初閣議で直ちに決定する事項を最初に申し上げたのは、政権が変われば政治は変わるんだと、誰がやるかで政治は変わるんだということを国民の皆さんに知っていただきたい、したら間違いなく、もう1日ですぐにこれ変わるんですよということをお伝えしたいというのは、まさに政権では。ウィシュマさん死亡案件の映像と関係資料については、もう説明するまでもないと思います。この間、国会として、野党として政府に求めてまいりました。残念ながら、編集されたビデオの一部が遺族に示されただけであります。ご遺族の方にまず全面的にご覧をいただいた上で、ご遺族の立場から、大変悲惨な部分があるのではないかと、残念ながら予想されておりますので、ご遺族のお許しがいただける部分については、全面的に公開をしたいというふうに思っております。赤木ファイルについては、まさに真っ黒けののり弁当状態での公開でございます。ほぼ全面的に公開をするということで、これについての真相究明の第一歩が明確になるというふうに思っております。